グラドル崩れのサバ読み野郎こと手島優のズリネタおばさんがツイッターでこんなことをツイートしてたな。手島優に似てるって言われてる人って大体ブスか大体ケバイ。当たり前じゃバカ。そのまんまのこと言ってるだけじゃねえか。お前がブスでケバイんだから似てるやつもブスでケバイに決まってんだろ。松江に似てるって言われてるやつは大体バカかチンパンジーだろ。鶴太郎に似てるって言われてるやつは大体ヨガか日本猿。当たり前だろ。言わせんなバカ野郎。なかなかいいですね。言い得てみよう。これはなかなか確信をついてますよね。あげときます。ただ手島優というズリネタ野郎って言ってたけど、手島優ズリネタにしてんだって。いう軽蔑心はあるよね。いう軽蔑心はあるよ。